この番組では、阿波人形状類の魅力を様々な角度から掘り下げてお届けしています。太夫の語り、三味線の伴奏、人形の三者が一つになって作り上げていく人形状類の世界。今回は三人で一つの人形を使う状類人形の魅力に迫っていきます。人形の操作方法には、 上から糸で操る糸操り下から棒で使う棒使い小さな車に乗って使う車人形などさまざまな形態がありますが三人使いの浄瑠璃人形は世界的にも珍しい高度な操作方法です。今回は元文楽崎芸員でフリーの 浄理人形遣いとして活躍されている貫禄さんに。三人遣いの基本から。高度な表現方法まで。人形浄瑠璃徳島座の皆さんと一緒に。実演も交えながら。解説していただきます。あの貫禄さんが使うこの三人遣いの人形を見ていると。人間のように見えてしまうというか。人以上にこう。 人の動きをしてその物語の世界にグッと引き込まれていくんですけれども、うん、この3人で使うっていうことは私にとってはすごく難しく思うんですがいかがですかそうですねそのまああの人形を人間らしく動かすというのは、まあ、僕らの目指すところでありますので、うん、そのように思っていただけると嬉しいんですけどもただその3人で一つの人形を動かすということがあのまあ 大概難しそうにね、うんえー、思われてしまいますが、はい、それを難しいと思わせないような感じで動かしていくのが難しいですね。あの例えばですね、あの手を打つのっていうのはね結構あの簡単なようなんですね。人間がやると簡単じゃないですか。こうやってこうやってね、はい、でパチ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 ,パチ これ左手動かないですよね、はい、これを左手動かすわけで一緒ねパチ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 ,パチこれも大きくせーのパンとこれ簡単にできますよねただこれはもう左使い一生懸命気を使ってましてねこれちゃんと真ん中で合うようにこんなとこで合わんようにこんなとこで合わんようにまあ、こんな交差しないようにいろいろあの左使いは気を使っているわけですたよいし こ,のようにすこれはちょっと結構難しい技でございますね。それとかその「えー、泣く悲しい」となると左使い右手ちょっと震えてますよね、はい、で左手使いもこれこちょっと感じなきゃいけないんで悲しいってなった時に左手使いも悲しいような仕草になってしまいます。これはあのあ泣き泣いてしまってからはできるんです誰でもね。<laughs> ただ泣き ちょっとこうためて悲しいなと。とこれで足使いもなんとなく悲しいなと思っとかないかんわけです。足使いが今晩のおかずのことなんか考えていると。<laughs> こう一つの人形にはならない。はい、そういうこう瞬間瞬間で、私が感じたことを左塚足使いがこう。先取りしてわかるって言うんですか。そこは難しいところですね。 大人の女性の人形が登場してきましたので、大人の女性の人形ならではの工夫点や表現方法などありますか？うん、そうですね。そのまあ大人と言って真っ、まあ、この人はちょっとお母さんですね。はい、まあまあどっしり構えるということですよね。息をちゃんと整えて、うんうん、私の息も整えて、はい、こうこういうふうにならないようにして、こうちゃんと胸を張って。 私も幾分こう胸が張りますね、はい、これおみですけど武家の出身というかお武家さんですのでちょっとこう武家らしく胸を構えるまずそのキャラクターのになる自分の気持ちもなるということですね。であんまりこう早い動きをしないということですよね。うん、それでお母さんですかその色気ムンムンではないわけです。はい、ですので。あそうかちょっと 品を作る程度です、ね、こうなっておしとやかにこう歩きますおしとやかに。ちょっと伏せ目がちにねでこう目がを見るちょっとまた目を伏せて座るあんまりこう相手の顔をずっとこうずっと見ないで話をするときはこっち向かってしゃべってなんとかでまあ えっとこの色気はここの襟があるんですけど、はい、襟を顎が割るっていうんです襟りで割りなさいってよく言われるんですけど襟がちょっとこう顎先がこう割れるんですねこうじゃなくて「こんにちは」じゃなくてちょっとこうこっち向いといてこんにちはこっち向いといて,こん,こ,いといてこんにちはってなるとちょっと色気が出ます。まあ、そのようにこう襟を割ると いうことあと手の動きもこうしなやかにこう動きますねまあ子供だとパッパッというやり方をしますけど、はい、こうくるっと回してこうこれはまあもみじ手という手であのあの反るだけなんですね四本が固まってます普通人形の日本人間の手ってのこう ね指が離れているもんなんですけど、この離れている手というのはま男の武将のですね掴み手タコ掴みというに種類のものだけに離れてて、はい、やっぱりこうあの女性は特にくっついた方が女らしいですね。手を開いてあのあんまりこう物事をしない方がいいです。はい、物を掴むんでもこう掴むべきですよね。それをこう掴む女性はあんまりいないので、はい、女性らしいを,を見せるためには。 あとその指がくっついてるのとこうですねこれ何で「もみじ」っていうんでしょうね5本離れとんだよねもみじはね。<laughs> えー、でそのようなこう手首をくるくる回してこうちょっと色気を見せるということあと顎をこう顎をこうね使って型を使ってこう色気を見せるというようなことをやります。女の足着、ね、着物を着た 足は、えー、足の先っぽがですね、えー、足の形したいものがございません。それでフキニというね足の先にはあのワが入ってまして、その綿のを,をさばくことによって歩いているように見せるわけですね。右足、左足となります。これちょっとつまずきましてこう立て膝というのができるわけですけれども、<laughs> 立て膝はこれちょうどね足 ももとすねとの間に膝ができます。膨らまくぐっと持ち上げますと。はい、足使いは握りこぶしをこ握ってる、うん、後ろ向きと言いまして、こう。ふきを前に出して。で後ろを向くと、こういう仕草が。この女方の特徴でございます。この男性の人形を使うことならではの難しさとか。工夫されているところはどんなところでしょうか。 まあ男はねまあこいつは十六兵衛なんですけど、はい、男は、まあ、役割はまあまあ女と一緒ですけどはっきり、えー、考えるということですね、うん、性格とかで身分とか地位職業年齢なんかをしっかりこう把握することです、えー、女よりもはっきりしないと分かりづらいので十六兵衛は、ね、浪人ですでも武士ですね、はいえー、徳島藩に命じられて刀の探索をしに大阪に行っているわけで けど武士武士は使ってはいけません町人の社会にいながら武士である教授というのがありますそれを表現しなきゃいけないのでよいしょ構えはこうつくこうしっかり構えます、ね、でこうあ受けなくていいこううんで前よりも女方よりももう腰は固まってまして全然腰が動きません 目線もグッとはっきりこう動かします座るのもちょっと大きく構えも大きく、うん、顎を絶対上げないことですね顎を引くということです大きく大きく まあ、体私人形使いも体いっぱい使ってこう相手を睨むに、うん、の表まあ恐ろい恐ろいっていうか何て言えばいいんでしょう、はい、まあ,あの筋肉の動きがね、うんあのー、は一緒になりますよねこう起きてうんって奥歯をかみしめたりすると、はい、こっちも奥歯をかみしめますからここらの筋肉がね動いてきますよね 同じにはならないですよ。16秒はもうかっこよく眉毛上がってますけど、はい、僕眉毛下がってますから。<laughs> <laughs> 同じように、これ気持ちよく伝える、はい、ということですよね。はい、直接的にこう直線的に動きます。はい、でもこれがこんなふうに動きますと、オカマちゃんになってしまいますからね。これはそうしないで、グンと腹いっぱい。 力をつけてで呼吸が大事です人形使いの呼吸が息を吸って怒る時なんかもう、うん、この間中息はしません。息はしません吸 というふうに私のも呼吸を人形の呼吸と同じような合わせることが男には大事なことですね。あと難しいのがこれです。<laughs> この棒の存在。はい。今まで気がつきませんでした。これがとっても立ち役男には重要なことで、<laughs> えこいつが背骨の役をしたり、はい、あとはあの人形大きいので重さを耐えたりするときに使います。 今座ってる時は私の胸に分かりますかね？当たってます。私の胸に棒がこ,この棒が当たって体をガチンと止めてあります。今、左手の親指で後ろに思いっきり引いてるわけですね。で、ずっと左手は頭を4本で持って、親指はずっと後ろについてる。跳ねてるという状態ですね。こうです。で立ち上がる時に、この親指で棒を前にダンと出して。 右手で握りますはい。こうやって右手で今人形の重さを支えてます左手だけじゃなくてこうでこれを突き上げの存在があることによっていろんなことがカチッ肩を落としたり肩での呼吸をしたり とといいううようなことをやっていきます、はいまあ、女方よりも直線的な動きでより大きくですねさあ皆さんいかがでしたでしょうか400年以上の年月をかけて磨き抜かれてきた人形浄瑠璃という芸能今回は浄瑠璃人形使いの貫禄師匠人形浄瑠璃徳島座の皆さんにご協力を頂いてだいて 人形使いの基本から表現方法の深みまで教えていただくことができました次回からも太夫さんの語りや三味線の伴奏人形の制作など幅広い切り口からお届けしていきますどうぞお楽しみに